イーグルス先発は早川です。去年の10月左肘のクリーニング手術がありました。驚異的な回復でこの開幕間に合って今日が今シーズンの初登板ということになりました。立ち上がりのピッチをご覧いただいています。立ち上がりは3人で甘がつ9球安定感のあるピッチングを見せました。この小田のイーグルス第4の先発は隅田。この隅田から先頭の辰巳がヒットで出ます。2番の小深田も続きます。5番の2塁1塁3番のフランコフォアボールで満塁で4番の浅村です。浅村の当たりはセカンドゴロ。この間に3塁ランナー入って1点を先制します。この後島内倒れて2アウトで阿部チャンスは続いていたんですけども、ここは1点止まりということになりました。3回の早川をご覧いただきます。初回3人で終えてそして2回ランナーを背負って3回2アウトからこの外崎のヒット、この回もランナー背負ったんですけども、これキャッチャーの杉谷が取りを刺しました。4回です。この回は連打でピンチ、ランナーを背負ってここは鈴木をキャッチャーファールフライ。ノーアウト2塁1塁のピッチでしたけども、この後後続も打ち取りました。そして5回です、課題と言っていた中盤のピッチングをご覧いただきます。その中盤この5回は3人で終える、素晴らしいマウンドでした。6回です。先頭の殿崎三振、続く山川も三振、前の回から3者連続三振です。この後も抑えて、この6回もゼロで終えました。結局6回でマウンドを降りました。勝ち投手の権利を持って早川がマウンドを降りて2番手はコンチャーホーです。このコンチャーホーフォアボール1つありましたけども7回ゼロで終えました。でその裏ツーアウトから辰巳が出て盗塁成功で、この後セカンド牽制がタイミングはアウトだったんですけどベースカバーに入ったショート児玉、グローブの紐が切れて呼吸ができませんでした。続いてここからでしたけども、ここはショートゴロに倒れました。追加点ならず。8回です。西口です。早くも今シーズン今日が4試合目の登板になっています。西口1点リードの8回マウンドに上がって3人で終えました。そしてその裏ワンアウトから浅村にヒットツーベースが出ます。このツーベースが浅村通算300二塁打ということになりました。この回追加点を挙げることができ1対0イーグルスリードで9回です。通算200戦まであと1つと迫った松井裕樹、しかしその松井がいきなり山川にツーベース、その後フォアボールでピンチを作りましたけども、最後ツーアウトで代打中村武也センターフライに打ち取ってゲームセット。しびれる展開は1対0イーグルス勝利。松井裕樹通算200セーブ、イーグルスが今シーズンホームゲーム初勝利を挙げた一戦でした。